春に、あ、そっかそっかそっか、春になりたい確かに黒ってねちょっとそう重いじゃないですか、はいはいはい、だからなるべくいい色の服を着ようと思って、うん、ね、あったかくなってきたし、うん、山登りとか行くって言ってたから、そう行きましたか。まだ行ってないんですけど、2023デビューはちょっと3月中に行きたいなみたいな感じ。山登りね、いいですよ。いいですか、うん、高尾ぐらいから高尾、うん、ロープウェイとかで行けるんで。それ山登りなんですか登ってないじゃないですか。そうですね、乗ってあと30分ぐらい登れば山頂なんですよ。そうビアガーデンとかもあるから、そのロープウェイで行ってビアガーデンって飲んで30分歩いて上まで行って帰るっていう。なるほど、最高です。酒入った状態でも行ける、行けるぐらい、うん、ちょっとそれだと俺も行く気になるかもしれない。楽しいですね。多分ロープウェイ乗っちゃうかもしれない。最初のムビキュントピックスはこちら。現在大ヒット公開中、私の幸せな結婚を大特集。累計発行部数650万部突破の大人気シリーズを主演目黒蓮、今田美桜共演で実写映画化。ミュー404や最愛など数々の大ヒットドラマを手掛けてきた塚原あゆ子監督が手掛ける究極のラブストーリー。誰も愛さず、ただ孤独に生き抜いてきた。誰からも愛されず、ただ孤独に虐げられてきた。渋い、入れ直して。申し訳ありません。名家に生まれるも、ママ母や妹から使用人同然の扱いを受けて育ってきた美代は、ある日、政略結婚を命じられる。その相手は同じく名家で、代々特殊な能力異能を持つ家系の工藤家。お初にお目にかかります。西森美代と申します。ここでは私の言うことに絶対従え。出て行けと言ったら出て行け、死ねと言ったら死ね。異論反論は聞かん。かしこまりました。当主の清香はいくつもの異能を操り、特殊部隊を率いるエリート軍隊長。しかし多くの婚約者候補が逃げ出すほど冷酷で無慈悲と噂されていた。先に食べてみろ。何が入ってるかわからないものは食えん。私は旦那様にふさわしくない。帰る場所もなく不安を抱えたまま工藤家での生活を始める美代。お手伝い助かりますよ。ありがとうございます。この世から消えればいいの。美代様は今までいらした方とどこか違います。やがて清香は美代と生活をするうち、その心遣いに触れ次第に心を開いていく。顔を上げろ。それでいい。ここにいてほしいんだ。いやか、私とこのまま暮らすのは。望んでしまった。少しでも長くこの人といたいと。そんな時帝都を災いが襲う。清香は最も信頼を寄せる部下の護道と共に対応に当たるが、美代にも魔の手が迫る。美代、美代、悪夢を止めることができない男のそばにいて美代は幸せになれますか。助けて。美代はどこだ。お前がまさか。行かせません。美代を助けたいなら殺し合うほかないのです。行かせてください。ダメだ。清香、死ぬの。過酷な運命に切り裂かれていく清香と美代。果たして壮絶な愛の物語の行方は。そばにいたいです。主人公工藤清香を演じた目黒蓮さんとヒロイン西森美桜を演じた今田美桜さんにインタビュー。作品が完成してお互いのシーンにどんな感想を持ったのか伺ってみると、なんか明るい感じの方なのかなって思ってたんですけど、なんかそういうのが想像できないぐらい、その虐げられてるシーンとかっていうのはなんかこう辛いなって見てて思うような感じのシーンがたくさん
さんあってすごいなと思いました。お家の中っていうシーンはよくご一緒してたんですけど、戦うシーンももちろんそうですし、部下のみんなとのこの空気感がまた家にいる時の空気感とは多分全然違う感じがして、仕事場ではこういう清香なんだっていうのを現場で見ましたね。やっぱ清香はその美代に見せる感じだったりとか、仕事場でのなんかいろんなキャラクターでまた全然多分違ったと思うんで、そこはなんかこう確かに意識してこう頑張ってやってたんで嬉しいですね、はい。思わずキュンとしたシーンはどこだったのでしょうか。今までのそのミオの服装だったりそのお化粧だったりっていうのと、そのなんか全然違う時あったじゃないですか、あの街に行く時の前の、うん、ああいうミオを見るのは初めてだし、あって清香も絶対思うし、なんかそういうものをなんかちゃんとお芝居の中で受け取れたかなって思うんで、あのサイモリ家に戻されて、はい、蔵でボコボコにやられるシーンがあるんですけどその時にあの清香が助けに来てくれるシーンは、蔵が開いた瞬間というか、あそこはなんかもう来たみたいな感じで、すごいかっこよかったですねこの後目黒さんが注目のキャラクターを語る。初対面でそこまでもう持って行って見せないといけないというところで、狼少年が TBS の人気番組にタイムスリップ。狼少年金曜夜7時、キングオブコント公開2023、3月29日夜7時。レッドブル、翼を授けてくれますし、翼でどうしろって。レッドブルから新定番、巨峰味の翼、気分で選べる翼。あなたと出会って運命が変わる。目黒蓮さん、今田美桜さん共演、累計発行部数650万部を突破した究極のラブストーリー、私の幸せな結婚。物語を彩る個性豊かなキャラクターの中で注目の人物を伺いました。僕はやっぱ護道ですかね。いろんなことが分かり合ってるっていう関係性で、初対面でそこまでも持って行って見せないといけないっていうところで、まあ、なんか本当にお芝居のことを話し合いました。なんかそういう護道に注目してほしいなと思います。今回は私の幸せな結婚に護道義人役で出演の前田旺志郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。前田さんが演じるのは清香が最も信頼を寄せる部下の護道義人。清香の気心が知れたものにしか見せない一面を引き出せるキャラクターです。おめでとう。あのダイさんお会いしたことあるんですね。そうなんですよ、うんうん、あるんです。サウナで、はい、サウナで共通の知り合いがいて仕事ではなく、仕事ではなく共演してるわけではなく、はい、あ初めましてでこう裸でこうサウナになりましたね。
じなんですね、はい、じゃあ今日はそのサウナじゃないですけどそうです、ね、腹割って話せればなって感じですね、話したいですね、ですね、いろいろ聞いていきましょう、よろしくお願いします。前田さん自身完成した作品を見ていかがでした、はい、そうですね、僕が関わってないパートが結構たくさんあったので、そこのシーンとかすごい見ててめちゃくちゃやっぱキュンキュンしましたね、うん、キュンがすごいですもん、キュンすごいですすごいキュンすごかった、まあ、台本では読んでて台本でもこうキュンってしてたんですけど、やっぱキュンすごかったです。お二人のあのねシーンがもうすごい止まらない、はい、ですね、ということで今回は前田さんと一緒にこの映画の魅力に迫っていきたいと思います。まずはこちらです。はい、はい、ラブ、ラブ、はい、キュンですね、まあ、孤独に生きてきた2人が出会うことで本当の愛を知る、でもそこには残酷な運命が待っているという、見ていてハラハラドキドキしちゃうラブストーリーになっています。はい、前田さんはあの、はい、ラブな部分は、はい、どこでしたか。そうですね、僕の中でラブな部分はあの2人で清香と美桜があんみつを食べるシーンがあるんですけど、正面向かって2人でこう緊張しながら食べてるっていうのもなんかこっちも見ててはっはーみたいなあーってなりながら見てましたね。おいしいですもんね、はい、ああいう男でいたいなって、ね、なんかこう女性にはなんかこうツンな感じだけど時折見せるあの優しい瞳で、職場では男らしいぐらいみたいなやんちゃな感じが出ててみたいな、あれせっこいっすねうまいっすわ、うまいで、ね、目黒さんってどんな人なんですか。本当に大真面目って感じ、現場では本当に、まあ、やっぱすごく仲がいい役だったので、うん、清香と五郎っていうのはだからコミュニケーションを取っていかなきゃなと思ってたんですけど、ね、なんか最初は結構フランクにいろんな話をしてたんですけど、まあ、全く響かなくてじゃあ割と清香にちょっと近い、結構多分それも多分役もあって現場での佇まいがっていうのもあると思うんですけど、全然響かなくてどこ行ってもなんかもう全然微動だよでずっと台本読まれてるんで塚原監督とかが話しかけても耳に入ってなくて、一人なんかずっとこうあはいすいませんみたいな瞬間が1日1回ぐらいあるんですよ。その途中からフランクに話せるようになったのはなんかいろいろいじらせていただいてからなので、なんか結構面白いポイントが意外とあって、面白いポイント、なんか真面目すぎておもろいというか、その話聞こえへんとかもちょっとおもろく、確かに、いや監督話してるよもっと聞いた方がいいんちゃう、どっか言ってたけどみたいな、戻ってきてみたいなとかそういういじりとか、はい、では続いての注目ポイントです。こちらのアクション、アクションもねポイントですよ ね、 ね、ラブストーリーだけじゃなくてアクションもすごいんですよね、この映画大変だったんじゃないですか、はい、そうです、僕初めてだったのでアクションをやる、初めて、そうなんですよ、だからまあでも楽しかったですね、結構始まる前からこういろいろアクションの練習とかもさせていただいて、そうなんです、縦の練習とかなんかこう受け身の取り方とかはすごい楽しかったですし、その勉強にもなりましたね。本作の特徴的なアクションが特殊能力異能を使う場面、撮影はいかがだったのでしょうか。異能のシーンは僕らはだからあれはもう完全 CG だったので、振りも自分で考えて、振りも自分で、あそうなんですか、はい、僕はあの結界バリアを張るっていう異能だったので、どうやってバリア出したいってどうやってバリア出したい、そんなどうやってバリア出したいってまあまあまあ、まあこうすかねみたいな、オッケーじゃあそれで、出したことないですもんねバリアね、そう僕はね22年間1回ないですよねあまりなかったんですけど、もし異能が使えるならどんな能力が欲しいですか。こうやってやって、こうやってやったら体のもう全部もう鼻からもうこの頭皮のこの毛穴から全ての汚れをこうたっぷり汚くどうする
肺から内臓の汚れが全伸びた爪とかね、ずっと取ってゴミ箱に、ね、めちゃくちゃいいかも。それめっちゃ良くないですか。めっちゃいいめっちゃいい。マリアさんどうです。僕そうですね、僕でもやっぱ背が低くて、うんうんうん、こう身長の伸び縮みが地面だったら調節できるやつ。そうですね、な高いとこも届くし、うん、でもなんかこうちょっと満員電車とかもこんなんなって満員満員電車でこれやばいっすね。踏まれちゃう踏まれちゃう、死にますよ。注目ポイントをいくつか紹介してきましたが、はい、前田さんがぜひ注目してもらいたいところはやっぱり僕と五道と清香の、うん、最後のこうラスト、うん、戦うシーンがあるんですけど、はい、あそこはやっぱ注目してほしいなっていう、うん、そうですね、なんかあそこのシーンに行くためになんかそこまでのシーンを2人ですごくあれをゴールだと思って話して2人の関係性を目黒くんと作ってきて、目黒くんのっていうか、まあ、清香の顔を見ただけでそこまでのシーンがこうすごくフラッシュバックしてなんかこうグッて苦しくなれたので、なんかそこにこうちゃんとお互い持ってけたシーンでもあったので、うん、ぜひ注目してみてください。それは見た人も同じ感じると思いますよ。すごい、ありがとうございます。アクションもあって恋愛もあってという、盛りだくさんの内容になってるんですけど、すごいやっぱ一つ一つのこうキャラクターの人間味とかそういうこう心情みたいな部分がすごく丁寧に描かれていて、各キャラクターにこう同情とか感情移入できるポイントがある素晴らしい映画になっていると思うので、皆さんぜひ劇場でご覧ください。はい、前田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後注目作の最新映画